するに対立概念というものを全く認めないんですね。私とお前というんじゃないんですよね。お前が私で私がお前というところを道元様は言っているんじゃないでしょうか。私は最近劉慶一郎という作家にのめり込んでしまいまして、劉の書いた本は全部読んでしまいました。もう今寂しくて仕方がないんですけども、もう読む本がないんですよね。もうちょっとたくさん書いてくれなかったかななんて思うんですけど、でも劉さんの本をあれだけ全部集めて、読んでしまって今大変満足しているんですけども、一無庵風流記という小説がございまして、これは前田慶次郎という男が描いているんです。前田慶次郎というのは、この人は滝川松藤という人の次男坊で、織田信長の命令で前田家に養子に出されたんですよ。養子に出されて、加賀百万石を継ぐはずだった人が、前田利家という男はですね、信長に頼んで自分を跡継ぎにしてもらったもんですから、はみ出しちゃったんですね。それから彼は歌舞伎者、歌舞伎者っていいますのは、派手な衣装を着て、派手な馬に乗って、好きなことをして歩くのを歌舞伎者と言いましたけども、戦国時代の歌舞伎者の代表みたいな男になって、しまうんです。で、この男の一生を描いたのがこの一無庵風流記という、小説なんですけども、朝鮮に秀吉が朝鮮征伐って言いましたね。私ども子供の頃韓国行って朝鮮征伐なんか行ったりすると殺されてしまいますけども、その時にこの前田慶次郎が、まだ戦争が始まらない前に、朝鮮に渡るんですよ。そして、朝鮮の南の方に、カヤ国という国があったんですね。このカヤ国というのはカヤ六国と言いまして、国が6つに分かれていて、非常に平和で、芸術的な民族が暮らしていたんですけども、それを東の方にいた新羅が滅ぼしてしまうんですよ。何しろ戦争なんか全く嫌いな民族ですから、あっという間に滅ぼされてしまったんですけども、そのカヤ王朝の抜損の お姫様が山の中に、お父さんとお母さんと3人で住んでいて、でお父さんが死にお母さんが死に一人になって、カヤ金という、独特の琴があるんですね。それを弾いて、暮らしていたところ、ある時そのカヤ金の曲を聞きつけて、朝鮮の侍がその山の中へ行って彼女を見つけまして、で彼女に乱暴を働こうとしたんですね。その悲鳴をその、前田慶次郎が聞きまして、山の中へ馬で駆け上がっていくんです。そして、彼女を犯そうとしているその男のおケツをですね、槍で突き通しちゃうんですね。それでその男はもうびっくり仰天して逃げ出す。で復讐にまたやってくるんですけども、で彼女にカヤ金を引いてくれって言うんです。でカヤ金を彼女が引くんですけど、それを聞いてるうちにその前田慶次郎が涙をこぼすんですね。そして最後に神に亡国、国を失った亡国、お前の弾いた曲は亡国の札、まさしくそれは亡国の憂いを歌った曲だったんだそうですよ。でそこまで、見抜くような男がその異国にいようとは思わなかったというんで、その二人、その二人ともお互いに相手に惚れちゃって、まあそれからはもうこのお二人様は、山の中に気に入ったところがありますと3日でも4日でも1週間でも泊まっている。そばについてるやつは気が気じゃないんですよ。もう狙われているんですからね。もういい加減に早く出発しようって言うんだけど、このお二人さんはもう全然関係ないんですよ。もう古代カヤ国に遊んでるんですから、
で、その辺の文章がですね、もう実に面白いんですね。ケイジレオとカヒメの2人は、そんなステマルたちとは別世界にいた、正確に言えばこの世にいなかったと言っていいと。2人は古代カヤの国にいたのである。ケイジレオにとっては、彼はカヒメの目になってものを見ている、惚れるということはそういうことではないかとケイジレオは思う。無意識に自分を捨て、相手の身になって相手の目で世界を眺めるということが、すなわち惚れたということなのだ。だから惚れるというのは素晴らしいのではないか。他人の目で全く違ったよと人を見られることにたまらない新鮮さがあるのではないか。うまいこと言いますね。相手の目になってものを見りゃ、今まで自分が見た世界とは全然違う世界が見える。そして相手が見ている世界を自分も見ていると、それはここに書いてあることではないでしょうか。人は己に合う。慶次郎はこのカヤのお姫様に会って初めて自分というものを知ったのかもしれませんね。カヤ姫というそのお姫様は、慶次郎に会って初めてまた自分というものを知ったのかもしれませんね。男と女の情というのはそういうもんじゃないでしょうか。そういう世界は、実は道元さんが言ってる、月は月を照らし人は己に会うという世界なんですね。道元さんは女にも惚れないでこういう文章を書けるというのはすごいもんですね。でもこういうところへ行かなきゃつまらんのじゃないでしょうかね。何でも自分が見ている世界だけが世界だと思っているやつは片輪ですよね。そのかや姫がですね、こういうことを言うんですよ。和にもたくさんのかや人が渡ったはずだとかや姫は言う。大宮山城に強大な勢力を振るった果たしや大和朝廷の中に深く食い込んだ怪しなどは、ことごとく古代かやの民だというところ書いてあるんですね。それで私はここのところ読んでて、もしかしたら、俺もかやの子孫かななんて思っていたら、私の秘書してる石井君がですね、先生ちょっと見てくださいなんでこういうコピーをテストが持ってきて見せてくれたんですよ。世阿弥の猿楽談義の中にね、こういう一節があるんですよ。大和猿楽は川勝よりすぐに伝わる、旗の川勝の直系だというんですね。大和猿楽は、近江は木の神とてありし人の末なり、さて木氏なりって。ご親切に彼は赤い筋までも引いてある。近江の国に行った旗の川勝の子孫は、それは木の権の神という人の子孫である。そしてすなわちそれは木氏、木の氏である。要するにこの大和猿楽の一座を統率し管理していたのは木の氏であると。その木の氏の先祖を尋ねると旗の川勝である。旗の川勝の先祖をもっと尋ねるとこの古代カヤ国まで行っちゃうんです。ほんで、ありゃこれは大変だと思ってね。もう一つはね、これは劉さんの小説の種本になっている網野義彦という人の無縁苦害楽という本があるんですけども、その中にね、諸国の芋の字というんですが、芋字を世襲的に統括してきたクロードどころのことねり三倉木の氏の家はまた出てきたんです。芋字と言いますのは空津の一番の上の職人さんなんです。その職人さんを統括してたのが、三倉木の氏といううちで、そこから後が良くないんですけども、借金がたくさんあって、で、木の氏の正統を継いだ新見有弘とその子息の八三郎忠弘が多額の借金に苦しんだ挙句、ついに借金を立て替える約束で松木新九郎、松木弥五郎という親子に、その借金を払ってもらって、ついでにその三倉職を渡さざるを得なくなり、さらに借金があって無縁所に放り込まれたということが書いてある。無縁所と言いますのは、借金とか
敵討ちとかそういうのが一切通用しない世界なんですね。それでそこで飢え死にしたと書いてありますので、もうこれだあんまりありがたくないしかしね、イモジと言いますのはこれは、徳川家康が可愛がったアチャのツボネというのはイモの氏のイモジの女房だったんですね。それを大官に横連暴されて、それで亭主を殺されて、それで、その恨みを晴らすために徳川家康に直訴して、そして、裁判にかけられて大官は切腹させられる。で、家康は公職ですので、こう見たらふっくらした可愛い女子なもんですから、湯番ってこれは猫に小判じゃなくて危ないよね風呂場で背中流す役目だから、それでたちまち手がついちゃってあちゃのつぼねというようになった。柳慶一郎は徳川家康は偽物だという小説書いてあるね、影武者徳川家康。その影武者の徳川家康が一番困った相手がアチャのつぼねなんですよ。この女子は酸いも甘いも噛み上げているんで、この女子をどうやってごまかすかというのが大変だったんですけども、敵もさるもので、もう会った途端にちゃんと偽物だと見抜いているんです。まあそういういろんな一連のことを考えていきますと、この前田慶次郎も、そういう系統の人ですし、でそのものの考え方、そしてこういう一連の人たちに共感を覚えていた柳慶一郎の考え方、それが、ひいては道元様の、人は己に会うという世界にも通じているようで、大変面白いなと、思いました。さてその次は462ページに参りますが、前の方からやりたいんですけども、ちょっと時間ありませんので、1,2,3,4,5,6,7 行目の下の辺、開放弁門というは自真実相なり、自真実相は外事にして諸中御祭壇なり、その開放弁の門の小刀会の通りは人十法会に開放弁門するなり、この小刀寺まさしく人十法会を所見すれば未曾有の様子あり。ちょっと説明いたしますと、方便の門を開くというのが前の方に書いてあるんですが、これは法華経に方便の門を開きということがありますので、それをここへ引いているんですが、それは真実の相を示すということなのだ。真実の相を示すというのは外事にしてあらゆる時に始めも中も終わりもなくなってしまうということだ。過去現在未来の区別がなくなってしまうのを真実相を示すというのだと言っているんです。でその開放弁門の方便の門を開くという小刀会の道理は、まさにその開いている時には人十法世界のすべての門が開いているのだ。この小刀寺にはまさしく人十法会を伺ってみると、この方便門がパーッと開けた時にこの世界すべてを伺ってみると、未曾有見の様子ある、今まで見たこともないような世界が広がっておる。いわゆる人十法会を1枚2枚3個4個年来拾い上げてきて、そして、開放弁門鳴らしめるのだが、誠は一等に等しく方便の門を開いていると見ゆるといえども、方便の少しばかりを得て、方便門の証拠を特分して少しを得て、それで方便門すべてが開かれているというふうに見えるのだ。ちょっと難しいですけども、格のごとくの風流、これ風流というんですが、しかしながらこの経の力である、真実相を示すというのは諸法実相の言句を人海に封門するなり、今まで言った真実相を開けば
びっくりするような世界が開けるが、そういう世界を諸仏実相というのだし、その諸仏実相というのは諸法実相ですが、その言葉をこの世界すべてに聞かしめるのだ。人界世界すべてに浄土をせしめるのだ。実相諸法、諸法実相の道理をすべての人に了然せしめる、見せしめるのだ。あらゆる存在の上にそれを現出せしめるのだ。ここでは諸法実相という言葉をですね、世界全体に聞かせ、浄土をせしめ、すべての人にそういう世界を見せしめるのだということが書いてあるのと、もう一つは門は開けているということなんですね。門は開けており、それを見ることによって、いかに素晴らしい世界があるかということを知るのが、それが諸法実相というものだ。ですから諸法実相ということは、存在するものすべてが実相ということなんですけれども、諸法実相という時の人十方界は未造見の様子というものを持っているんですね。つまり、本当に諸法実相というものが分かっている時には、この世の中が素晴らしくて素晴らしくて仕方がないというふうになっているのだって道元様は言っていらっしゃるんですよ。で、私は小さい時から諸法実相諸意諸法尿税相尿税相って唱えておりましたので、諸法実相と言いますといい気分になるんですね。皆さんにはお分かりになりませんでしょう。このお経をこの辺読みますと、ぼつぼつお経が終わるかなと思うのですから、諸法実相というのが出てくると、いや、やった終わりだってんで、もうすごい気持ちよかったんですね。でも考えたら、そんなケチなことじゃないんだよね。もう素晴らしい世界が見えるんだぞということなんで、いや、これは諸法実相という言葉を聞いた途端に、人間の細胞がバーッとみんな目開けちゃって、そして、素晴らしい世界が見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。そして道元様の使う言葉にはそういう魅力があるんですね。例えば時節到来なんていう言葉があるんですけども、時節到来という言葉を聞いただけでパーッとこうね、世界が開ける人もいるんです、ね、これはいつかキヤノンの社長が、博報堂というね、ところを通しまして、私のところに、キヤノンの会社の連中にお話をしてもらいたいという申し入れをされまして、それで僕が電話で、あ、その日ならいいですよって言って承諾したんですよ。承諾したら1時間も経たないうちにまた博報堂から電話かかってきて、キヤノンの社長さんがその日まで待てないから、その前に販売店の親父たちに話をしてもらえないかというんで、いつですかって言ったら何月何日って言うんで、ちょうど空いてましたから、あ、じゃあいいですよって言って、で承諾したんですよ。そしたら今度30分も経たないうちにまた電話かかってきて、その日までとても待てないから銀座で飯を一緒に食ってくれないかって言うんで、もうこれはもう、もうどんな都合があっても行きますよっていうわけで、で OK して銀座のあるお店でご飯食べたんですよね。それが滝川誠一さんとの出会いなんですけど、それで滝川さんのとこ行った時、講演した一番最初にした話が道元さんの時節到来という話だったんですよ。そうしたらもう滝川さんがですね、もう熱狂しちゃって、ね、もうそれからも会うたんびに時節到来ですなーなんていう、なんでこの人はこんな時節到来がいいのかなと思ってたら、お酒を飲んでる時ですね、木野先生、実は私はですね、仙台御手洗社長が私を呼んで、キヤノンアメリカという会社が営業不振だから、お前ちょっと調べに行ってこいと言われたんですって。でお前が一人行くと向こうがね怪しむから、販売店の親父を20人ほど連れて行けと言われたんで、自分のお店の関係の販売店の親父20人連れて行ったんですって。そしてニューヨークに行きまして、エレベーターで23階だったから、ホテル変な高いところにあるんですね。で部屋へ入ったと思ったら停電しちゃったんです。何が時節到来やね。
それから毎日毎日23回上がったり下りたり上がったり下りたり、いっぺんやってごらんなさいよ、23回。どうしようもないんだから、足しかないんだから。それで食い物って言ったらおにぎりだけなんですよね。毎日それやってたらね、この20人の男たちがね、こんなところでこんな目に遭うのも何かの因縁だから、滝川を男にしてやろうって変なこと考えるもんだね。それで20キロ回転の作っちゃったんです。そうして東京へ戻ってきて、あんな陰気なとこに会社があるからいかんのですよと、だいたい会社全体陰気ですからあれはダメですよって言ったら、三谷さんがそんならお前が社長になって陽気な会社にしろって言われたんです。もういやもう、もないアメリカ行っちゃって。それで彼が一番最初にやったのは、そのもっと陽気な明るいところに会社を移そうというんで、不動産を呼んで、で土地を見つけまして、じゃあ明日調印という、前の晩になったらその不動産屋が飛んできて、社長もっといいとこがあった、でしかもそこは名前がレイクサクセスというとこだった。滝川さんも単純よね、サクセス、そりゃ縁起がいいんちゅうので、ね、そっちにしちゃったんですよ。そして今そこにキャノンアメリカのシャークが立っている。それから7年間ニューヨークで仕事をされたんですよね。それがあの人が、今日キャノンの社長になっている、一番最初だったんです。だからこの人は自説因縁って、自説が到来したっていうのがピーンときたんでしょうね。しょっちゅうダメなやつは自説到来もクソもないんですよね。自説不到来なんですよね。で私はまたびっくりしたのは、シャーリー・マクレーンの本を読んでましたら、彼女がね、あのインカの村でものすごい体験をして、それで飛行場へ戻ってきて、で新聞を見たらニューヨークで大停電事件が起きた。そのちょうど同じ時期に彼女は魂が有利して、宇宙へ出て行ったっていう体験してるんですよ。だから あそこはすごい時節到来だったなと私は思うんですよ。昨日キャノンの社長がうちの大学に来まして、なんで来たかと言いますと、2日前にですね、うちの大学今あの建築を始めようとしてるんですよ。ちょっと内緒なんですけど喋ってらっしゃるで、その予算がだいたい8億から9億ぐらいかかるんですよね。そうするとそのうちの本部はやかましいんで、木野先生、あのこれからは短大の方は緊縮財政で行ってもらいますって、ね、それで欲しいものがなかなか買えないんですよね。そしたらちょうどそういう時になると、あの機械が故障したりねするんですよ。そうしてね、今日もジムのやつが僕のとこ来て、先生コンピューターが1台と、それから何遍僕が聞いてもよくわからないんで、レーザービームプリンターとかいうのがあるといいんですけど、それいくらするのって言ったら50万ぐらい、両方で100万ぐらいって、お前そんな金がどっから出るかよなんて言ってて、ふいっと思い出したんですよね。このレーザービームプリンターってやつ出してるのはキャノンなんですよね。滝川さんのところで出してるんですよ。これは滝川に相談するのが一番早いやと思ってね。それでまた滝川さんの会社のすぐそばに、うちの50期の会の中村さんという人のホテルがあるんですよ。でこの人がまた僕にね、いっぺんうち来て飯を食ってくれって言われてるんで、じゃああそこで飯を食って社長に会って、それで寄付を頼めば一番いいと考えたんですよね。そして中村さんに行ったら、中村さんがすっげえ喜んじゃってね。でそこでこの間2人でご馳走いただいたんです。そして私がこういう話しましたら、はいはい、では先生あさっての午後先生の大学へ行かせてください、私学校見たいからって言うんですね。憎いですよね、寄付しに行くとは言わないんですよ、学校見たいからって言うんですよ。見たいからということは、見に来て空手で帰るバカいないからさ、ね、いやそれこっちの言うことじゃないからそれで社長来たんですよね。それで来る前に、あのソフトの専門の社長を一人連れてまいりますので、先生のところでどういうものが必要か、あのそのところにちょっと見させますので、担当の人にお話しといてください。で昨日来られたんですね。でそして、その担当の人が、俺は時節到来ですよね、キャンの社長さんは今から2ヶ月前に秋田の方の専門学校の理事長さんにさせられたんですって。それでその専門学校は経理の専門学校で、せっこい学校なんですって。うちもせっこいですけどで そこをコンピューターの専門の短大にしたいっていうんですよ。ところがね、
その連れてくる方がそのまあ校長さんみたいになるんですけども、この人は何にもその学校行政のこと知らないんですよ。文部省全く知らない、コンタクト取れない、どうして学校作るのかも知らない、まあ、すごいもんだね、この2人が理事長と校長になるんだから。そりゃあダメですよ、そんなことじゃ。いろんなノウハウがあるしね、で文部省に顔が利かなきゃダメだし、それならうちにはそういうのスタッフが揃っていくからって言ったら、いやそれはありがたいって言ってきたんですよ。だからうちはそのノウハウをタッカーさんにあげて、タッカーさんはうちに、向こうの方がちょっと被害甚大だよね、100万ぐらいのこの機能はいって言ってひょっとくれたんですよ。まあこういうの時節到来って言うんですよね。僕はもう時節到来っていう言葉はあだやおろそかには使えなくなってるんだけどね、えそりゃ持ってる人から、いや100万円ぐらい減でもないでしょうけどもね、なかなかそれは大変ですよ、うん、うちのスタッフはびっくりよでしたよね。なんだか知らない、あれよあれよといううちにあっという間に決まってしまったんで、本当に来るんでしょうかって言うと、来るさって来年だったらちゃんと来るんですけどね。えこういうこと考えますとね、未曾有の様子ありってのは本当だなと思うね。それで聞いただけでいい気分になるじゃないですか。もうね、時節とね、まったくその通り。見返りは何だっつったら、ノウハウを教えること、もう一つ何だっつったら、一緒に飲もうって言うんですよ。この社長面白いね。柿川さん、うちのスタッフがね、あなたと一緒に飲みたいと言ったら、いやー私も飲みたいって言ってね、それで来年になったら早速ね、うちのスタッフと一緒にお酒を飲んで、飲んじゃまた時節到来のなんか やらかすんですよ。でもそういう風になるのにはやっぱりあの誤じゃないですけども、こう布石っていうのがあるんですね、一つ一つね。でそのために布石したわけじゃないんですけどね、でも結果的にはそういうふうになっていくんですよ。まあ本当に世の中っていうのは面白いよね。こういう目で見てると、この世の中っていうのは人事法改を貯見すれば未曾有の様子ありというのが、なるほどなんてこう分かります。こういう経験全然しない人がね、まあ隣見りゃまたうるさい親父がいて、犬がいて、猫がいてっていうのばっかり見たら、これは未曾有の件というわけにはいかないよね。見飽きたような景色というので、それでおしまいになっちゃう。それじゃつまんないよね。ちょっと未曾有件の、世の中っていうのをぜひ皆様にも見てもらいたいと思いますね。こんな講義したら道元様に怒られるような気がするんですけどね。でもまともに講義をしてさっぱりわからないというよりはね、分かった方がいいと思いますよ。僕別にいい加減なこと言ってるわけじゃないんでね、これでも一生懸命苦労してお話してるんですよ。皆さんは気楽に喋ってるように思うでしょうけどね、心の中はなかなかこう気楽じゃないんですよなんて言いながらそうでもないんですけど、それはあの消防言動が好きだからですよ。で道元様が好きだからね、だからそうなるんじゃないでしょうか。だって慶次郎だってあの朝鮮のお姫さんは好きになっちゃったから、いろんな世界が見えてきたんでね、今言いませんでしたけど、このお姫様とうとう日本まで連れて帰りまして、それから直江、山城の神という男に惚れ込んじゃって、米沢まで行っちゃって、米沢で死んでるんですね。だから可愛がり同士に可愛がっちゃって、でじじいとババになって死んだんでしょうね。あれだけ人を殺して、であんな綺麗ないい女と一緒になって、そして長生きするんじゃほんと答えられないでしょうね。つまらないのと一緒にいてね、つまらない一生終わって、それで変なじじいとババになって死ぬんじゃやりきれないね、こりゃ。すいません、変な。ではしまいして。